はい、杉本修一です。まあ初めてのね、街頭演説をやろうと思いますが、まあちょっと、これからは自撮りはライブ配信だけにしようかなと思います。旗がね入ってしまうのでなかなか難しいんですよね。まあ、とにかく、今日から、選挙活動が始まってしまいました。まあ、慣れない、ことなんで本当に大変ではありますけども、まあ、9日間、4年に1回しかありませんので、まあ、悔いのないように、頑張っていこうかなと思います。あとは、選挙ポスターが、選挙ポスターもどんどん貼っていかないといけないし、まあ、11時45分くらいまでは駐車場無料ですから、街頭演説終わったら歩いて選挙ポスターをね、駅の方まで歩いて行こうかなと。で、その後帰ってきて、自転車につける用の、上りの棒を買おうかなと思います。で、それで、自転車にくくりつけて、で、それから、選挙ポスターを立ていこうと、思っています。ちょっとこれ邪魔ですね、これね邪魔。あとはそうですね、まあこうなっちゃうからね、本当にめちゃめちゃめんどくさいんだけどね、ちょっと待ってよ。まあいいや、とりあえずちょっとこれダメだな、これは。まあ、ただ目立たせないと意味がないので、まあ、この感じでやって、まあ、あとはね、適当に物、お金を呼び込むためにも、まあ、そこそこの、ね、効果あるのかなとは思います。せっかく浜松城見に来てもらっても、鉄筋コンクリートではちょっと寂しいので、まあ、本来の姿を、見てもらいたいなと、まあ、杉本修一としては、考えています。で、今回の、選挙では、まあ、3つの支援ということで、子育て支援と起業家支援と、再就職支援と、まあ、その3つを、力を入れていきたいと、考えています。まあ浜松の人口も、確か前回というか以前は80万人ぐらいいたんですが、80万人も、切ってしまっていますし、まあ、日本人の人口が減るということは、まあ、税金を払ってくれる日本人の数もね、激減をしてしまいますので、まあ、地方にとっては非常に大きな問題じゃないかなと思うなと思います。まあ、ということで、まあ、今回も一人での、再挑戦ということでなかなか大変だと思いますが、まあ、ベストを尽くして、やっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。さあ、それではこれで、ちょっとカットしないと、まあ一回カットします。今日とりあえず今からもうちょっと、歩いていける範囲ではありますが、ポスターを貼っていこうと思ってます。ということで、よろしくどうぞ。じゃあ一旦終了しますね。選挙が始まってしまいますので頑張ります。オーライガイサンキューウォッチング、スマッシュライクボトムスアンドサブスクライブステーチャンスユーズやアンドディスイズポリティカルスピーチノームディスイズジャパニーズローカルエレクション2023 I wanna チャレンジアゲインということで、また後でね、 See you バイバイ。はい、再びお疲れ様です。浜松市議会議員候補の杉本修一です。選挙の9日間だけはこういうね、名前を出すことができるらしいですね。こうやって名前を出せると、まあもうちょっと、少し動画を撮って今日は終了にしようかなと思います。今はまあもう7時50分ぐらいなので、あと10分ぐらいで、終わりにしようかなと思いますね。はい、じゃあ、今日は、まあ、本当にね、選挙カーとウグイス嬢は必要だったなと。まあ、本当に
軍資金を用意しておかないといけないな。まあ選挙区がちょっと分かりにくいですよね。まあ頑張りますよ。ではちょっとやります。 Let's do this。皆さんおはようございます、こちらは杉本修一、浜松市議会議員候補の、杉本修一です、無所属で、再チャレンジしていこうかなと思います。今回もちょっと動きが遅くて、選挙カーとウイス場と選挙事務所はなしということで、調整していこうかなと思います。2015年ぐらいから活動を、始めていますが、首長案の条例案が、100% 可決されているのかなと思います。自分の頭で考えて、条例案を、作っていくということが非常に、重要じゃないのかなと思います。議会の12分の1以上の賛成があれば、条例案を、提出することが、できるみたいなので、そこら辺は、落選中ではありますけども、頑張って、再チャレンジしていきたいなと思います。あとは、3つの支援ということで、人口減少はね、あ、ちょっと待ってね、今救急車が来たのでやり過ごします。派手だね。でもあれ患者乗ってるとは限らないんだよね。あれね、なんか医者がタクシー代わりにしていたみたいに。さあ、それではもうちょっとやりますか。活動できるように、明日はそうだな、また元白町の方に行こうかな。今日1日、選挙のね、1日目です。お疲れ様でした。浜松市議会議員候補の杉本修一でした。オラがさっきウォッチング、This month、Japanese political election アレバナトライハーダー、さっきウォッチング、Stay tuned, see you there。やろう。バイ、またね。